月6日土曜日、窓川ふれあいセンターで個性輝く芸術祭2014が開催されました。この芸術祭は障害のある方が芸術活動や芸術鑑賞を通じて趣味や余暇の充実を図ることを目的に開催され、今年で17回目になります。みんな晴れの舞台で生き生きと発表しました。ハーモニーの歌、会場ロビーでは書道や絵画、工芸など利用者の作品展示や販売が行われました。最後はみんなで大合唱です。合唱の後、発表の部と展示の部の表彰式が行われました。外は雪模様でとても寒かったですが、会場は歌にダンスに合奏にと熱気あふれる発表が続きました。